ようございます。今日はオリゲンロート見れそうな予感がします。空雲一つなくていい感じです。茨城の方も今朝の5時半なんですけど、結構今日冷え込んでて、マイナス6度ぐらいまで冷え込んでるんですけど、もうすごい雪がパウダーになってます。ちなみにモルゲンロートというのは、こう太陽が上がってくるときに山がこう赤く照らされる現象をモルゲンロートと言います。すごい綺麗。前回と同様、松川の方へモルゲンロート見に行きたいと思います。モルゲンロート見に来たんですけど、ちょっと曇ってます。今日は見えないかも。ちゃんと除雪されてます。松川に到着しました。赤くなるまでしばらく待ちたいと思います。ただいま5時50分ぐらいです。赤くなってきました。この松川から見る白馬三山もかなりかっこいいです。太陽出るまで待とうと思ったんですけど、ちょっとめちゃくちゃ寒くなってきて、で、ちょっと今ゲストハウスにお客さんいて、でちょっとそろそろ戻らないと朝食の準備が間に合わないので、太陽上がってませんけど帰ります。白馬のモルゲンロートいかがだったでしょうか。ちょっと私も3ヶ月ぐらいいるんですけど、今3月の中旬で初めてこのモルゲンロートっていうのを白馬で見ました。本当にすごく綺麗です。本当にかっこいい。あの八方尾根から見るあの北アルプス この景色もかっこいいんですけど、この松川から見るあの白馬が本当に好きで、すごくここに来るの、結構ここに頻繁に来てて、ここからの白馬がすごく大好きです。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。じゃあねー。お口が動かない。ただいま白はマイナス12度でした。寒い。なんか鼻で息吸ったらもう鼻毛凍ってます。これなんか異物を感じた、鼻の中に。寒い。